初めてのイベントの時はやっぱ行くよね。まあ、予選は予選だからね。本戦でどれぐらい行くかだよね。俺って予選なんていつもギリギリ通過だもん、ほぼ。120人中80位通過とかだもん。60位通過とか。うん、ああ、具形さんあれだ。具形さんあれだね。ジャギかな、これ。ありがとう。具形さん見たことあるな。前に投げたことあるでしょ。だけど俺本戦は体上位に食い込むじゃん。で、出れんじゃん、いつも。ただ今回はね、ちょっと厳しいかもね。10位以内だからね。30人中10位以内だから。相当みんな気合い入れて頑張んないと、相当気合い入れてね、お前らが。昼飯抜かないと。本当頼むよ、今回だけは。昼飯だけ抜いてくれ。じゃあ今回1個250円だから不破王者。120円じゃないんだね、これね。250円らしいよ、俺。不破王者。これ120円じゃないんでしょ、1個これ。今。だから倍の値段になってるから、そう、今回。倍の値段になってる。いや、高いね、これ。なんで120円のがいいよね。なんで高くしちゃったんだろうね。あ、店長さんありがとうございます。店長さんありがとう。だってさ、120円の方がさ、その、いろんな人が投げてくれんじゃんね。120円だったら、250円だとちょっとえってならない、お前らも。まあ、投げないから全部えってなるんだと思うけど、お前らは。120円のが投げやすいじゃん。250円だと投げにくくならない、ちょっと。ちょっと躊躇しない、そこで。これ250円なのってなるじゃん。120円だの方がいいと思うけどね。薄利多売でさ。応援できるじゃん。1個からでも。120円、缶ジュース1個で好きな配信者を応援できるわけ。そう、まあ。欲が出ないでも、まあ、でも前さ、500円の時とかあったよね、イベントアイテム。500円の時とか。まあ、500円が高かったね。あれは高かったね。1個500円、イベントアイテム。で、今回250円ですよ、多分。ああ、不破挑戦者いらないんで、投げないでください。不破挑戦者投げないでください。ゴミアイテム。いや、俺は不破王者だけ欲しいんで。もう何度も言わせないで。NG ぶち込むよ。で、他の放送ではね、不破挑戦者が上げたら喜ばれるけど、俺の放送ではもう喜ばないから。こんなゴミアイテムいらないって言うから。不破挑戦者。これいらないからね。ゴミアイテム。NG だけは勘弁して。いやー、NG しないですよ。誰ですか？ニコ。あー、で、しないですよ。ありがとうございます、いつも。まあでも予選はいけるでしょ。もうこれ。予選いけるでしょ。今40位でしょ。あと2時間で60位以下に落ちるってことはないでしょ。さすがに。ただ、クイズ番組か CM 出演かって、どっちかに振り分けられちゃうけど。あんまり順位が低いと、60位に近づくと順位が。だから30位以内、40位以下だったら、多分、クイズ番組に出れるんだよ。だけど40位以上で予選通過しちゃうと、その、1位から40位までのやつが、クイズ番組の方に、その振り分けられ、行きたいですってなってたら、そっちで優先で振り分けられちゃうから、30位以内に。だもうちょっと上げてほしいね。できたら。できたらもうちょっと。38位とか7位とか6位とかなれば、
多分核だから。その上位のやつも CM 出演を選んでるやつもいるから、何人かは絶対。いや、東京 MX でしょ、また。そう。まだ東京 MX の番組って書いてなかったっけ？確か。いや、その中で、鼻どうしよう、これ。もう痛くないんだけどな、鼻も、腫れが引いて。なぜかここにちょっとね、ブヨブヨのなんかあるんですよ、これ。鼻が。ちょっと膨らんでるでしょ、これ。これが治らないんですよ。痛みはもうほぼないね。こう触ると痛。まあ、ちょっと痛いけど。こうやって触ると。もう、ここもう、ちょっと触れだけで激痛が走ってる。ここ膨らんでんじゃん、これ。これをね、なんか、昨日行った耳鼻科は、ちょっとうちじゃ見れませんので、ちょっと大きい病院にね、行って紹介状を書きますから見てくださいですね。怖くない？押しても痛くない。いや、押したら痛いね。さすがにちょっと押したら痛いけど、これ。押したら痛いわ。鼻の外はもう腫れてたんだけど、すごい。だからこれはもう痛くない。一時期、ここら辺も痛かった。もう最、あの、病院行く前は、一番最初病院行く前は、ここが腫れて、ここら辺も痛くなった。で、口こうやって開けると、ここがズキっていい、すげえ痛かった。でも、抗生物質を一週間ぐらい飲んでたら、もう、この痛みもなくなった。ただ、ここだけなんか腫れてる。なぜか。ここだけまだ腫れが、多少引かない。前に比べ引いてきたけど。怖いんだよね、明日病院行くの。明日病院行くのは怖い。本当に。明日、筑波学園病院に行ってくるよ。筑波市学園病院。そこに、このね、喉の時にも筑波学園病院だったんだけど。行きたくないよ、俺だって。でもお前らに会えなくなっちゃうでしょ。だからそれが辛いのよ。君たちに会えなくなっちゃうっていう。俺の辛さ分かってくれる？まあ、診察行った後、まあ、パチンコで行くけどね。もちろん。あそこら辺パチンコ屋多いんだよ。マルハンと、ビッグマーチと、レイとかあるんだよ。あそこら辺。パチンコ屋が多い。よっしゃ、だから今日放送、まあ、予選落ちもあるけど、だからワクワクやったのよ。いや、このまま寝れんじゃん。酒飲んで。眠くなって。明日早起きできるからさ、それで。予約とか、紹介状って知ってる？予約とかあるのかっていうか、紹介状って見せれば、待ち時間なしで速攻見てくれるんだよ。これすごいでしょ。紹介状って待ち時間なしで見てくれるんだよ。
だもうすぐ行ったらすぐ見てくれる。優先的に回してくれるから、紹介状っていうの。あ、匿名さんアナビアです。うん。匿名さんアナビアです。うん。あ、いつもありがとうございます。花火。2発ありがとうございます。指定時間、いや、指定時間ない。だから、紹介状、だから病院で紹介状あるんですけど、つって言えば、その、待ってる人を、その、スルーして、俺を先に見てくる。そう。で、紹介状は、マジでいいよ。ディズニーランドで言ったら、ファストパスみたいな感じ。ディズニーランドで言う。紹介状は。うん。そう、だから、紹介状イコール申告だから。紹介状書かれるイコール申告っていうのがあるから、先に見てくれ。だから怖いんだよ。紹介状あるから今。うん。怖いでしょ、だから。紹介状っていうのは。いや、待たないよ。紹介状すぐ通してもらえるから。いや怖い明日どうなの本当に。むしろ待ちたいよ、俺。紹介状渡して待ちたい。だって。その方が安心じゃん。だって。何もないっていうね。うん。それすぐ通されたら緊急だってことになるから。うん。その紹介状をね、医師が見て、いや、これ後回しでもいいやって思われた方がいいもん。そうでしょ。別に時間なんてさ、働いてないんだから、無限にあんだから。明日。いや、即入院とかだったら、多分速攻通してもらえると思うよ。その紹介状の内容を医師が確認して、即入院だったら、多分もうすぐ来てくださいってなるよ。ツイッターとかにも。紹介状は。5分10分したら。あれ、紹介状ってあれ開けてもいいのかね？俺、開けてないんだけど。あれ、開けたら無効化とかなりそうだから、開けてないんだよね。紹介状って開けちゃっていいの？あれ、患者の人が。うん。開けたことないけど。開けたら無効化になっちゃうのかな、ね。うん。開けてないけど。いや、開けたらわかんないじゃん。やだよ。なんで書かれてない。いや開けたらって、もし、紹介状ダメになっちゃったら、これ無理ですって。紹介状開けたから、見ることできね、優先的に見ることできませんとかなったら嫌じゃん。うん、紹介状。いや、あるって。うん。あれってだから、ちゃんともう閉まってる状態だからいいんだよ。で、そしたらさ、開けてたら、いろんな人に渡せんじゃん。紹介状で。うん。でそういうのもあるから、多分開けない方がいいんだよ、紹介状って。で、のり付けしてあるよ、紹介状は。うん。うん、だから開けたくないね、紹介状は。うん。で違う封筒いたらもう分かるでしょ、だから。開けない封、開けないままそのまま持ってったらいいんだって。紹介状は、うん、今あげよう。じゃあいいよ。じゃあそこまで言うんだったら、不安王者1000個であげてやるよ。そこまで言うんだったら、お前らは開けよう開けようって言うんだったら、それぐらいのリスクは伴うよ。じゃあ、うん、1000個でいいよ、不安王者。そしたら1位になれんじゃない？ 1000 号のくれたら、ここでバグ投げで1000号。